疲れちゃんスラットです。今日はですね、今ね聞いていますこちらのロイヤル大会ですね、はい、グロ大のおすすめで今日3つ紹介していきたいと思います。ということでまだ4勝しかないしてないんですけど、あの別赤でね、はい、一応20勝はしたので1発ちょっとついちゃったんですけど、それはですね何使ったかっていうのとかもね、はい、話していきたいと思います。18-0で多分ね引いちゃいけないやつをね引いちゃったんですよね。はい、ということで、おすすめ一つ目は、キョスケクローンのホバミラー型ですね。はい。一生キョスケクローン動画出すやんちゅうとこで、めっちゃこのデッキ気に入ってるんですけど、まあ、吹き矢型とか、レスピ型とか、ミラーが入ってる入ってないだとか、まあ、いろいろあるんですけど、グロ隊においてはこのミラーホバの方がいいかなと思います。で、このミラーホバで、一応20勝1敗まで行きましたね。で、まあ、クローンなんで遅延スケラが本当にきつい。で、遅延スケラにしっかり負けました。の1敗ですね、と。ということで、ちょっと早速ね、やっていくんですけども、まあこのホバミラーの何が強いかって、やっぱね、環境のデッキに勝てなきゃいけないんですよね。で、今の環境っていうのは、まあ、キョスケ入りのホグであったり、まあ、キョスケは入っていないけど、ロイホグであったりだとか、あとはね、なんだ、枯渇、そこもめっちゃいるし、あとキョスケミラーのロイホグデッキとか、まあなんか、キョスケを軸に、なんか、すごいいっぱいいろんなね、デッキがあるわけなんですよ。珍しく、ジャイスパみたいな、なんか引いたんですけども、キッズ、何これ大丈夫これ。ザップ使ったよねと思ったら、柳目まであるやつ。あ、これやばい。え？カメラ回して、即負け？え、しかも俺4敗、4勝とかなんだけど。え、マジでやばいっす。しかも相手、矢沢くんだと思うんですよね、これ。え、マジでやばいっす。本当に。もらえない。ま、勝ちます。本当に勝ちます。ちゃんと勝ちます。マジでやばい。本気でやばい。本気でやばいんですけど、まあ、こっから勝てるのが、キョスケクローンの強みなんで、いうとこで頑張っていきたいんですけど、まあ、ホバミラーですね。本当、キョスケ相手に、ホバが一生飛んでるっていうのがマジで強いので、そこをね生かしつつの、うわマジでやばい。ちょ、オッケー、キョスケ入る、キョスケ入る、でかい、キョスケ入るのマジででかい。ここの間でダメージ稼いどくと、まあ後が楽かな。よし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 、いやマジでかいぞ。で高めコウモリで早めにさよならしたい。よし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 、スケバレの落下まで狙っていきたい。ケバルの落下は届かないがザップ打つな。うん、よしよしよし、いや意外と追いついたっすよ。てなわけでちょっとね、やばい、さすがに即負け屋なんですけど、あれが嫌っすね、マジガゴムレ、マジガゴムレ来そう。これはもうキョスケの爆破でガゴムレを処理するっていうおしゃれテク。やらなかった。これマジでやばい。追いつきました。だってマジでマジで本当に本気すぎる。本気で追いついた、本気で追いついた。さすがに負けたくない。おすすめなんでね、このデッキおすすめデッキです。ちなみにめっちゃきついねん。たまたまなんかさ、たまたまよ本当に。スラスラいけるんだから、遅延スケラさえ引かなければ。マジ柳目ミラーぐらいでいかれるのがやばいよな。さあもうクローンしとけばなんとかなるんですよね、本当に。
いや、熱いよ。さあ、あいつはフェイクだ。え？めっちゃいい、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 来てる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 、俺の時代。よし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 。ほらね、いや、こうなるんですよ。本当はこうなるんですよ、最初から。最初からこうなるはずだったんですけども、ちょっと相手が頑張ってましたね、めっちゃ。さあ、キョスケが歩いて届いて、さあ、さよならへのカウントダウン。オーケー、さよなら。やぶねえ、危ねえ、これめっちゃおすすめデッキです、つって。ギリギリすぎる。いや、ギリギリなんですけど、めっちゃおすすめなんですよ。ちょ、マジで。あの、流行りのキョスケロフグ、キョスケオグとかを、ホバがね、一生飛んでるんですよね。あとはロイジェイライトとか、なんだろう、普通に、ホバ無双するデッキが多いのと、あと、枯渇に対してマジで強いですね、ホバが。あとは、スケルトン部隊が、この、ゴブリンバレルを完封できるんですよね。そう。普通になんか下の方に、こう、ポイって出すだけで、簡単にね、完封できるので、そういった部分でも、マジで、相性いいデッキが多いって感じですね、単純に。あ、マイティめっちゃ嫌い。ちなみに、ウッドで剥がしてもいいけど、ここ自陣で竹取ってるから剥がさなくてもやれそう。さあ、OK。もうなんならこれクローンするだけで相手きついんじゃないのっていう話なんですけど、さあ、ローキー打ってきましたね。いや、もう、枯渇に対しては、キョスケホバー、スケバレホバー、なんかしとけば、いいっすね。ホバっすね。ホバ一生出すことを徹底ぐらいでいくと、たまたまバレる来い。そっちかーい、つって。さあ、で、こんなのも、ぶっちゃけスケバレつけて、まあ、プリンいない時にクローンしたいっすね。まあ、いてもクローンしてぶっ刺さることもあるんですけど、ね、はい。てん感じで簡単にダメージは通りますよと。アイスピ使ったかんなー。これ嫌っすね、マジでマイティ。マイティにスケブやばい、下に出せばよかったもん。あれ、もしかして、もしかしてあなたコストが、コストか、回転か。さあ、漏れたスケでね、ダメージ稼いでいきますね。これどうしようかな。まあ、ホバでいいか。マジでホバゲーなんですよね。で、ホバ単品で行かせるともったいないんで、マジで。お、これは熱い。相手も喜んでるけど。やべ。相手の天才的なファイスピ受けたんですけど、マジでホバが止まんなさすぎて。発狂ゲーですね。オーケーオーケー。いや、マジ本当にね、これを見せたかったんですよ。これぐらい楽に勝てるんですよっていうのを、これ20回やればいいんですよね。チェーンスクで引いたら無理です。はい。いや、めっちゃ頑張れるんです。頑張れるんですけど、最終勝てないにね、落ち着きます。結局。でマジで暇すぎるんで、ちょっと一旦後ろからね、さばきながらの、もうこっちをウッドでね、仕留めちゃうよねっつって。よいしょ。さあ、で、後ろからイント出したことによって溜まってる、あー、これやべえ、ホバーが溜まってしまった。で、マイティの爆破か。いやー、それうまい。まあ、せっかくなら僕はグラウンがやっぱ欲しいんですよね。そういうモードなんで、モードというか。さあ、グロ隊は、まあ1位を目指さないなら、別に報酬目当てだったら、まあ勝てばいいんですけど、ほんと世界1位とか2位とか、トップ50とかを、まあ狙うならば、クラウン数もすごい重要になってくるんで、これクラウン9なんですけど、そう、クラウン多い方が上に来るんでね。クラウンも意識して、まあ余裕があれば1本わざと相手に上げて11交換してからの3クラ狙うとかも、まあ、戦術的にはありっすね。本気で1位狙うときは僕も全然やりますね。はい。ということで、1つ目がキョスケクローンでしたよと。続いて2つ目が、まあ、このキョスケクローンに、ただですね、チェーンスケラです。はい。で、チェーンスケラも、なんか最近聞かれたんですけど、この縦枠あるじゃないですか。マイティに今してるんですけど、これ何がいいですかって言われて、まあ、ぶっちゃけ今はもうマイティかスケキンの2強だと思いますね。はい。まあ、マイティの方が多いのかな。マイティの方が多いですけど、たまにスケキンがいて、まあ、両方持ってないか、稀に、あれもいますね、バルキリー。そうですね。他は結構いないかな。ぶっちゃけゴルナイもないのと、なんか昔アイスイズがバルキリーみたい、ん?圧着みたいなのもありましたけど、まあ、それもないですね、今は。
まあ基本マイティかスキキン2択で、チャンピオン持ってなかったらバルキリーだけど、このモードだと多分使えるのでって感じかな。さあマイティーましてソラリクに優秀なんでね。さあまあここは打っていこうぜと。おウッド使ったぞ。さあ大砲ファルチェ、あめっちゃいい防衛されたね。ドリルかな今回の相手は。大砲ファルチェなんで、さあまあドリル用に後ろに墓石行こうか。相手がスケラかドリルかディガーとかだったら裏に墓石置いた方がいいですね。さあまあ適当に守って、まあ負け筋はこのベビドロキング起動されることなんで OK。 ここにねトルネードからのキングタワー前にプリンセスとかアイスイズとかファルチェで禁忌されるんで、まあそれをしっかり警戒しつつ、禁忌とされなかったら結局最終的なタイブレイクで勝てると思いますね。まあゴルナイタイフォー結構安っすね、マジ。おやべえかこれ、ちょっと待って、あの間に合うプランでした僕は。てか今の相手の攻めはなんだ、端前ゴルナイダッシュだけしてた、そんなことがあんのか。結構チンパン寄りな攻めじゃないのかあれは。さすがにここが攻めよう。でファルチェの位置次第では、あ一生ついてきちゃったベビドラ。まあまあさあさあさあ、まあ、ヤンキー攻めされちゃったっすね。ちょっと納得いかねえなあれは。マイティいなくて陸受けねえだろなのかな、まあ、結構高回転っすね相手の。ファルチがうん、さあまあここは無理せずファルチを処理してゴール内経過、まあ、妹とけばさすがに負けない気はするんですけど、どうなんだろうこの墓石三昧。マジ墓石多すぎ。でスケルトンが結構拾ってくれて、さあカウンターでスケルトンラッシュ打っていく。でもコンファルチがねうまいね。だがしかしスケラの強みはめっちゃダメージが入る。あれ上で処理しときたいっすねファルチ。さあ墓石がやばい、これタワーに行かれる、危ねえマジ。ゴルナイがさタワーに行くのマジで怖いからね。うん、さあダメージ的には追い上げてきたのかな。さあ美味しいゴルナイが来る。これはもうカウンターでスケラ打ってね、結構きついんじゃないの相手。まあ何もしなくてもいい。まあポイズンだけ打ってファルチ処理してこれでカウンター来れないよね。さあ今んところマイティはなんか大きな働きをしたようにはないんですけども、おっ危ねえ。さあこれスケラープラスのタルババスね、絶対タワーへのターゲット取れます。さあで一時的にタゲ取って、まああとは守るだけですね。まあ、マイティこの上に置いとけば強いっすね。モグラダメ。さあ最後は守れば勝ちなのでしっかり拾ってこう。でポイズン打ってと。まあ一瞬ビビりますけどね。ちょっと今日の俺は危ない試合が多いですね。本当に。まあそういう意味もありますが。まあ勝てばいいでしょと。いうことの、まあ、マイティかな。スケキンもいるけど、まあ、スケキンマイティどっちでもって感じかな。多分好みな気がする。でもラボとかにやっぱきついんですよね。まあそこに対してマイティ、まあ、スケキンもか、空へ戦えるっていうのが多分採用率が高い理由かもしれない。うん、スケキンが空に戦えるのは、まあ、陸の圧が強すぎて、そうソロユニットが腐るって感じ。さあ来たや
エリゴレのね、処し方をお見せしましょう。トルネポイズンでベビドラの範囲で焼くだけです。はい、基本的にベビドラポイズントルネですね。イーラー来い。さあこれでこのライドラは本当は焼きたいんですけど、焼けなかったんで結構嫌です。てか待って、なんかヒーラーがいやです、残します。なんか範囲を持ったより下手でしたね。ベビドラポイズン取るのでしばくんですよ。やべ、負けそう、マジ。口では簡単。はい、痛いです。エリババマジでなんでっていう。あ、ライドラにベビドラがピーってやってくれるんですけどね。ピーって、あ、いたたたたた。まあもう一回やるか。はい、墓石が欲しいっすね、このよいしょ。サイズベビーで相手ヤザなんで取れねないんだよ。でかい、そう、これで範囲で死ぬんですよ基本的には。そう、これ俺が言ってたやつこれっす。ちなみにこれマイティの爆破で飛べばいい感じになるかな。まあ飛ぶ必要もあんのかねえのかみたいなとこはあるけど、いやーめっちゃいるね。だこのベビトルネかな、基本的にはさえ徹底しとけばライドラが残らないので、ライドラが残るのがやっぱ負け筋っすよ。さあ、まあこれヒーラーミリだから熱い。あのマイティなんでバックアでも処理できる。え、待って、俺負けた。え、俺勝ったと思った。え、ちょっとマジやばい。うわ、やべえ、勝ったと思ってドヤ顔で話してたら普通にタワー折られてた。え、俺待って、恥ずかしい、遅延スキルは下手なのバレたわ。切り替えます、次切り替えます、次3つ目ラバ掘りです。はい、マジで悩ます、マジで7勝で1番つくと終わりですね。はい、ラバ掘りはですね、今世界1位のルーベンが使ってますね。ヤナメミラーのちょっとこう特殊なねラバなんですけど、もともとはインドラとかかな、インドラかメガゴかの枠がミラーになってる。で、陸僕よくスケキンで使ってたんですけど、まあスケキンじゃなくて縦線っていう、まあちょっと高回転目、そうで、まああとはキョスケとかペッカとかを楽に受けれるっていう感じかな。で、ヤナメミラーがあるので、まあ最近の流行りのマザネクとかあとザッピーとか、まあ、あの辺も全部ヤナメミラーでしばけるよっちゅう話ですね。なんで、まあ、ラバデッキのミラーなんで、ラバミラーをしたくなるかもしれないんですけど、ラバミラーはしません。ラバミラーはしないが、ポバミラー、スケドラミラー、まあ、最後の最後もしかしたらディガーミラーとかかな。いや、雨ミラーぐらいの感じで、まあ、ラバ以外は基本的になんかいい感じにミラーしていくっちゅうデッキです。さあ、ちょっとエリゴレに負けて、やばいやばいやばい、マジでやばい。俺マジで2000ぐらい、俺のタワーまだ2000ぐらいあるぐらいの余裕があったんですよね。ああ、これ守ってっつって、守る城の体力ねかったっすと気づいたら、ああ、この相手さてはやりよるっすね。このユニットの残し方の圧のかけ方がちょっとうまいでやんす。さあ耐える、あれ耐える
ユニットがいねえ。なんで今日こんなんバーだな。さあまあムートの人気っすね。エレキマジアチャの、まあエレキもマジアチャも矢では死なないんですけど、矢の雨ミラーまたはまあディガー矢の雨とか、まあそういったので倒せるので、いやこのマジアチャちょっとやってはいるけど無視しちゃう。ゴルナエまで来たらいい攻めっすね。マジアチャだけだったらな、タワーも残るし無視できるしっていうので美味しかったんですけど、ゴルナエまで追加されるとうまいな。さあまあこれは生き毒っすね。僕相手呪文もないので、よいしょ、マジでここのホバは最強レベルじゃないでしょうか。さあでしっかり空を潰してあげて、まあもうこれはさすがに一本折れる、まあ一本折れりゃまた話が変わるやろっていうところで、うわうまい、ちょっと待ってよ、うまい相手多くね。ちょっとあのイモリ墓石で、なんなら墓石2個置いちゃいたいぐらいの。さあイモって、いやだマジでホバ最強だからな。マジでホバを、まあ、ミラーするなり生かすなり、まあディガディガでね、1体目のディガアイレキ、2体目のディガマジアチャとかもあり。さあこの空がきついんでね相手。空だけを徹底的に潰していきます。はい、それ以外は何も考えてません。相手の空へ攻撃できるユニットだけを徹底的に潰していって、一生俺の空がこう飛んでるようにねするのがいいですね。でもう一回これを繰り返す。相手のマジアチャとエリキだけを徹底的に仕留めます。それ以外は興味なしと。さあでこれもだるいので打撃を取ります。でゴルネが走ったぐらいじゃタワーは折れません。よいしょ、これスケドラが入ってるっすね。オッケー。いやーマジヒヤヒヤすんな。エリゴレに負け始めると、もうエリゴレに負ける時ってあの自分が悪いんですよ。というわけで、この京介クローンチェーンスケララバーホリーね、ちょっと皆さんもやってみてください。まあ安定するアンパイはまあチェーンスケラーとかですかね。まあ個人的にはすごいクローンもはいおすすめなのでやってみてください。よければチャンネル登録お願いします。ではお疲れちゃんした。